はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。またまたね、えー、ぬっ人を不健康にするようなものが、ヌッポンに入ってきます。はい。えー、これね、私思うんですけど、本当に不健康になると思います。こんなの使ってたら。何がかというと、痩せ薬です。はい。保険適用の痩せ薬が、 ああ、日本で販売されることになりました。これ保険適用です。えー、医,医者の処方箋が必要です。えー、これね、1ヶ月だいたい7000円か8000円ぐらいですね。はい、そのぐらいだそうです。保険適用になると。はい、痩せ薬ですよ、痩せ薬。<laughs> あのね、ダイエットなんてね、運動と食事制限すればいいの。 これが健康的なダイエットの方法でございます。薬に対、何でも薬に頼ろうとしてはいけないんですよ。はい。え日本人昔から、なんか、まあ、昔からって言ったらあれなんですけど、えー、薬に頼ろうとする傾向強いですよね。はい。えー、それのね、悪しき習慣が、いわゆる、 えー、まあ、お祭りなんだと思います。はい。おちくわ祭りにそれが出ちゃってるんだと思います。何でもね、薬に頼ろう、頼ろう,頼ろうとするこの習慣。よくないですよね。この痩せ薬なんですけど、アジアで許可されるの初めてだそうです。はい。えー、欧米人、まあ、対象だったんですよね。今まではね。えー、それが日本でもね、 まあ最近ね、えー、おデブちゃんが増えてきたしね、えー、これ使ってみようかっていう話になったみたいですね。えー、これ BMI が27以上。はい。 で、えー、まあ、肥満のね、まあ症状がある方、肥満の症状ってなんだよって感じなんですけど、はい、えー、それが対象だということです。まあ、通常は35以上で処方されるらしいんですけど、肥満の症状が、まあ、同息切れがするとかね、 まあ、なんていうのかなあ、えー。ちょっと動くと疲れるとか、そういうことなんでしょうかね。肥満の症状が2つある方。はい。は、十七 BMI が27から処方されるということでございます。あのー、本当にね、こういう痩せ薬に頼ってたらろくなことないですよ。本当にね、真面目に運動して、真面目に食事制限すればいいだけの話です。はい。 そういういことですちなみに私もね、えー、太ってたんで、はいえー、まあ2年ぐらい前はねかなりおデブちゃんだったんでね、はい、1 6 0ンチ7 0キロあったんで、えーまあ、1年ちょっとかけて1 6 0チ五5 8まで落としました。はい えー、今58です。はい。でもね、あと2キロぐらい痩せたいんですけどね、若い時は、あまあ54ぐらいだったんで、56ぐらいには落ち着きたいかなと思ってます。はい、えー。でもね、割とあの、そんな貧しい、貧しいっていうか、あの、食事制限もそんなにしてません。普通に食べたいもの食べてますし、甘いものも食べております。チョコレート好きなんでね、チョコレート食べてます。はい。えー、まあそういう感じなんですよ。 普通に油、えー、っこいものですね。まあ、あんまり揚げ物は食べなくなりましたけど、油っこいものをちょっと控えて、えー、でもね、パンにあの、朝朝食のパンにはきちんとバターをつけております。はいえー、そこまではね、油抜きはしないんで、はいえー、まあね、何、えー、て言うのかな、ちょっとまあ、揚げ物を控えてですね、揚げ物とかそういうものを控えて、毎日エクササイズするんです。 はい。毎日エクササイズするんです。私、10分ぐらいのエクササイズは毎日やってます。はい。えー、まあ、外に出ない日でもね。はい。外に出る日だと、まあ、こう1時間、まあ、時間以上ね、散歩したりします。はい。えー、運動とね、食事制限でいくらでも痩せられるんですよ。こういう努力をしないで、えー、薬に頼ろうとかね、えー、そこまでなめ怠けちゃっていいんですかってことです。 はい。そこまで怠けたいですか日本人って感じでえ。まあ、忙しい方はね、まあ、なんて言うのかな、こう、会社で忙しい、仕事で忙しい、運動なんかしてる暇はないって言ってるんですけど、でもまあ、通勤とか通学にね、えー、エレベーターとかエスカレーターを使うんじゃなくて、階段を使うとか。まあ、いろいろありますよね、方法はね。はい。 えー、人間努力しない、しなくなったら終わりです。はい。えー、言います。人間努力しなくなったら終わりです。えー、何でも楽な方、楽な方って流れるのは間違っております。はい。えー、まあ、努力しない人生の、人生の方はね、もう、そこ止まりなんですよ。すべてのことにおいて。 すべてのことにおいて、そこで止まるんですよ。努力しないと。なのでね、毎日いい、努力は私はしないといけないと思ってます。はい。それが何であれね。はい。えー、まあ、ダイエットも努力の一つですから。えー、簡単です。自分で自分に に打ち勝たないといけないんです。自分のね、そういった食欲とか、あ、怠け心ですね。運動したくないっていう、その怠け心に打ち勝つ。はい。それがね、ええー、なんていうのかな。ダイエットの基本でございます。もうこれができない大人は大人じゃありませんね。子供と同じですね。はい。ええー、まあそういうことだと思っております。ええー、こういったね、 えー、痩せ薬ってどうなのかなと思いますよ。BMI が27で処方っていうのはちょっとまずいでしょうって思うんですよね。えー、あと、まあ35っていうのはまあ、うん、まあちょっと仕方ないかなっていうところもありますけど、はい。えー、とりあえず今の BMI は私は22で標準でございます。えー、まあ多少ね、もうちょっと落としたいなとは思ってますけど、はい。えー、そういうことでございます。皆さんね。 本当に、あのー、こういった、何て言うのかな、怠けさせる、人を怠けさせる、人をダメにするような、ああ、ものをね、安易に取り入れない方がいいですね。医者もそうです。はい。お医者さんもそうだと思います。もう人、ダメにします、これ。まあ、努力が一番です、努力が。はい。そういうことでございます。もう人間ね、努力してなんぼです。 頑張ってなんぼなんですよ。はい、えー、まあそういうことでございます。こちらの記事もね、貼っておきます。これね、本当にね、人をダメにさせると思います。で、何でもね、薬に頼って、何でも医者に頼ればもういいと思ってる。それは良くないですからね。はい、そういうことでございます。皆さん、頑張りましょう。はい、えー、それでは皆さんまたごきげんよう。ごきなわおばばでございました。 Ni. 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 Ni.